ウーゴ・カバデロは、イタリア王国の軍人。北イタリアのピエモンテ州にあるカザーレ・モンフェラート市で、資産家の子息として生まれた。1900年、モデナ陸軍士官学校で、砲兵士官として、訓練を受け、陸軍将尉に任官した。士官学校とは別に大学で数学の学位を取得し、また、ドイツ語と英語を流暢に操るなど、学識の豊かさで知られていた。 1904年、陸軍中尉へ昇進すると、砲兵学校の訓練教官となった。1911年、井戸戦争に従軍、翌年に陸軍大尉へ昇進して、師団参謀となった。1913年、リビアでオスマン帝国軍との戦いで活躍して、勲章を授与されている。1915年、イタリア本国に帰国して、陸軍少佐に昇進するとともに、 陸軍参謀本部に配属された。第一次世界大戦の間、カバルエロは陸軍参謀本部で多くの作戦計画の立案に関与し、ヤツギバヤに特別昇進を重ねて1918年に陸軍大佐となった。大戦末期には主任参謀としてオーストリア・ハンガリー軍の構成を頓挫させたピアーベ川の戦いの作戦立案に関わり、 再起ある参謀としての評判を得た。一方で、彼が参謀として活動する間、上官のピエトロ・バドリオに対する敵意を養った。1918年12月、終戦後に陸軍巡将へ昇進したが、軍には残らず退役する道を選んだ。退役後は、重工業メーカーであるピレリ社の役員に就任して政財界に影響力を持ったが、その関係から、 退役兵団体を率いる政治家ベニート・ムッソリーニと信仰を持つようになる。1925年、ファシスト政権による独裁体制が確立されるとカバレーロは軍務省次官として承知され、再び軍に関わり始めた。独裁体制下で軍務大臣職は国家統領であるムッソリーニが兼務していたが、実務面は軍務省次官のカバレーロに 事実上の軍事顧問として徴用されたカバンレーロは、軍備や戦争計画について多くの影響を与えたとみられる。1925年、新たに設立された王国軍統合参謀本部の権限をめぐって、初代王国軍参謀総長に選出された船家のピエトロ・バドリオ陸軍元帥と対立した。1926年、サボイア家から元老院議員と伯爵の名誉称号を、 与えられた、軍にも、陸軍少将として復帰した。カバレロは、軍、政府、王家に働きかけて、統合参謀本部の権力を弱体化させようとしたが、最終的には、再び軍や政府から離れ、ピレリ社と並ぶ重工業メーカーである、アンサルド社の役員となった。1938年、陸軍中将として軍に三度復帰し、 東アフリカ方面軍総司令官に赴任したが、東アフリカ副王を務めるアオスタ公、アメデオディサボイアの統治を批判したことで1939年4月に解任された1940年5月10日、第二次世界大戦にイタリア王国が参戦する意向を固めるとカバデーロは陸軍大将に昇進してアルバニア方面軍に配属された。 1940年12月5日、宿敵であるバドリオがイタリアギリシャ戦争の不守備についてムッソリーニに責任を追求され王国軍参謀総長を解任されるとその後任に任命された。カバレロはアルバニア南部にまで後退していた軍部隊の再編に着手しギリシャ軍の反撃を抑え込んで防衛線の構築に成功した。しかし翌年の春に行われた。 構成計画は成功せず、1941年4月6日にドイツ軍が参戦してギリシャ軍側面を攻撃するまで戦闘は続いた。防御には成功したが、第二次構成に失敗したカバレーロにイタリアギリシャ戦争での責任の一端があったかは意見が分かれるが、それ以上に北アフリカ戦線における戦争指導について議論の対象とされることが多い。 北アフリカ戦線について、ドイツ語を得意するカバレーロは、ナチスドイツ側の要人たちと、親密な交流を結んだが、軍関係者については、ドイツ陸軍のエルウィン・ロンメルではなく、ドイツ空軍のアルベルト・ケッセルリンクと信頼関係を、築いた。彼はしばしばケッセルリングの方針に従った、防御的な行動を前線に要求し、積極的な反撃を主張するロンメルとは極めて、不仲であった。 だがヒトラーとムッソリーニの3位を得た、ロンメルの構成計画は目覚ましい勝利を挙げ、カバレーロの立場は徐々に厳しい状態となった。ロンメルが構成の成功から元帥に昇進したため、指揮系統を維持するべく1942年7月1日にカバレーロも陸軍元帥に任命された。1943年、本国に帰還したロンメルに代わって、 序盤にメッセとハンスユルゲンフォンアルニムがチュニジアでの抵抗を続けたが、同年5月13日にチュニスが陥落し北アフリカ戦線での戦いは終結した。その少し前となる1943年2月1日にカバレロは北アフリカ戦線の苦戦を理由に王国軍参謀総長から解任され、後任にはビットリオ・アンブロジオ将軍が着任した。 ロンメルと対立したとはいえ、親睦を深めていたナチスドイツ政府からは、騎士鉄十字章を授与された。しかし、それがかえって反独派が主導権を持ち始めた、イタリア国内での冷淡の扱いにつながった。ロベルト・ファリナッチラ国家ファシスト党幹部の親独派に取り入っていたカバレロの解任は、反独派の軍交換や政治家たちから大いに喜ばれた。さらに解任と、 同時期に、クーデターが行われ、ムッソリーニもまた失脚し、敵対していたピエトロ・バドリオが、首相になった。バドリオは直ちに、カバレロを拘束して、新政府への反抗を理由に投獄した。カバレロは手紙で、バドリオに、自分は、ファシスト政権と、ドイツ軍を嫌をしていると苦しい弁解をしたが、ネッカからの親読派であることは周知の事実であり、また宿敵であるバドリオが首相である。 臨時政府は相手にしなかった。ナチスの後ろ盾を得たイタリア社会共和国が義勇軍とドイツ軍と共にローマに入場するとバドリオは国王たちと南部に逃亡した。晴れて解放されたカバレロはアースイ軍への参加を志願したが皮肉にも彼がバドリオに書いた手紙が見つかってしまった。アースイ軍とドイツ軍、それに王国軍と連合軍の双方から不況を買った。 カバレロは追い詰められた末、自ら拳銃で自殺した。もっともこの自殺すら、強要された結果だとする歴史家は多い。ありがとうございます。